タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はこちらゴジラファイナルボックスのミニチュアヘッドが、入ってますんで、こちらを開けたいと思います。詳しく説明しますと、こちらのゴジラファイナルボックスというのはですね、 DVD ボックスでして、ゴジラの頭部のフィギュアとその他 DVD 全部で27作品入ってまして、ゴジラ生誕50周年を記念した DVD ボックスなんですけど、ヤフオクで手に入れたんですけど、こちらね、フィギュアだけが入ってるボックスなんですよ。 HMV っていう CD ショップで特典がありまして、 GFW ゴジラファイナルウォーズのフィギュア、 GMK ゴジラモスラキングギドラの時のゴジラのフィギュアと、そしてこちらの DVD ボックスに付属の頭部のフィギュア一体、こちらが入ってます。多分3点が入ってるはずなんですけど、中身を開封してみたいと思いますんで、こうご期待でよろしくお願いします。こちらね、値段言うとですね、22,200円でした。はい、ヤフオクで落札しました。そして1,980円が送料なので、24,180円合計ですね。はい、来たー。あ、大豆あるね。あ、すごい、見てください、こちらゴジラのピクトリアルブックレットですね。はい、来た、メインのこちら。うわ、でっか、でっかい、でっかい。こちらお取り扱いについての説明書ですね。うわー、すごい。これは何だ。はい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 、台座ですね。うわ、すごい。うわ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 、どこに飾んのこれ。どこに飾ればいいのこれ。こちらがですね、特製ゴジラヘッドですね。うわー、すごい、迫力満点ですね。もう目がリアル、初代ゴジラですね。すごいな、ゴジラの着ぐるみの大きさと同じなんですよね。で、それで触ってみた感じはゴツゴツ感ありますね。いやー、すごいね。ちゃんとね、口の中もね、リアルに再現されてますね。うわ、目がすごいアップで、ドゥーッ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 テリリテリリテリリ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 テリリテリリテリリ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 テ、ちょっと可愛いな。ちょっと見てたら可愛くも見えるな、これ。なんかもううちのペットみたいな感じですね。もうなんか本当に触り心地もいいし、すごい迫力がすごい、本当にやばい、これはやばいよ本当に。いや、牙がすごいね。歯がすごいね。これ飾る場所どこにしようかな。本当飾れる場所ないかもしんないけど、あるかな、大丈夫かな。ちょっとすごすぎるでしょこれ。はい、ゴジラファイナルボックス HMV オリジナル予約特典ですね。大怪獣総攻撃 GMK ゴジラミニチュアヘッドですね。ファイナルウォーズゴジラミニチュアヘッド。この特典のミニチュアヘッド原型は、実際に撮影用ゴジラの着ぐるみを制作された品田冬樹氏、若狭真一氏の手により作られたものです。組み立て塗装は M1 号が1個ずつ手作業で行いました。金型ソフビ製作協力、読めない字が、なんだろう、なんとかサブロー、ブルマーク、製作 M1 号、はい、監修、藤田博氏、HMV 各ヘッドにはベースが付属しております。ただこのベースがあってもなんかカチッとはまんないですよね。はい、こちらから紹介します。こちらは GMK ゴジラ、そしてこちらがゴジラファイナルウォーズのゴジラです。目が赤いんですよね、すごいリアリティ。うわー、すごい、目が充血してますね。こっちは目が白、
GMK ゴジラ白ですね。はい、口の中もやっぱりリアル。うわーすごいね。いやーすごい、これは飾り映えしますね。ゴジラファンにはたまらないですねこれ。いやでもこのゴジラのフィギュアもいいな。これが一番いいんだよなやっぱり。まあ、これはあくまで予約特典ですよね。予約特典でも本当これも希少価値ですよね。希少価値高いですよね。はい、ここの鱗の鱗みたいな部分ね、ゴジラの鱗的な部分はのリアルですね。ゴツゴツとしててね、すごい。いやー迫力がすごいね。そしてこちらドン、でかっ、でかすぎ、でかすぎだよこのゴジラ。うわすごっ、口の中もすごいことになってる。うわすごい。いやこのフィギュアもねすごいよね。ほんと後ろの部分の塗装もねちゃんとね、背中部分のヒレちゃんと白くなってんですよね。本物そっくりですよね。ほんと GMK ゴジラすごいね。目が白いと怖いね。ほんとに白目向いているゴジラ怖っ。いやーすごい、前回紹介したデフォリアルゴジラとは全然違いますね。はい、迫力が違います。もうそのまんまゴジラ、よしよし、いい子いい子、すごいね、かっこいいよゴジラ1954から2004。これ DVD ボックスがあればよかったんだけどな。これで、うん、欲しかったな DVD ボックスも。 DVD ボックスを別で買いたいな。はい、というわけで、ゴジラの、フィギュアのね開封が終わりました。ところでこちらのねブックレットをね開封したいと思います。はい、未開封状態ですからね。すごいですね。多分ポスターとかのやつかな、これ。ゴジラの歴史がここに刻まれてるんですよね。あ、ゴジラいつ公開がね、書いてありますね。おー、ゴジラ、すごい、見て。国会議事堂ですね。狙ってますね、ゴジラが。ポスターコレクションですね、やっぱり。あ、ポスターだ、すごい。おー、いいね。貴重な資料ですよ、これ。大事にしたいと思います。いろんな種類のポスターありますね。ゴジラ第1作のポスターでもこんだけ種類あるんですね。このなんか手書き感があってね、手書きのポスターですよねこれね。すごく綺麗に描かれてますね。総天然色って言われてたんですね。ウルトラキーも総天然色っていうカラーライズされたバージョン出ましたよね。総天然色って聞くとそれを思い出しますね。あとゴジラもあのファイナルウォーズで一旦終わったかと思ったら最近また復活したじゃないですか、シンゴジラ。どんどんゴジラが迫ってくる恐怖感っていうのがね、災害を思い出させる感じですね。いやー貴重な資料だね、すごいねこれ。いやー重たかったこのゴジラのヘッドがこんな感じです。僕の顔の2倍ぐらいの大きさありますね。うわゴジラ、最後までご視聴ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。グッバイ。こんにちは、チャクチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。